ったんか。手術はどないやった。失礼ですが、あなたは。あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫、手術は成功です。ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。何やと。という状況よ、セラさん。セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば、間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ。少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。お前も一緒に来るか。俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ。セラ、誠を頼む。俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある。うん。これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限り、あの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。お前まさか堂島と刺し違えるとでも言うのか。先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。真島。カムロ町再開発計画、今までさんざ殻の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから。堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。武所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。脅し以外はズブの素人だな。ええ、てめえなんだその口の利き方は。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さねえ限り、キルみたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ、親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。ここにいたのか。キリュウ、錦、牧村誠、まだ見つかる。そうか。泣けるお前。名前だけは聞いたことがある。そ
そいつも彼女を探してる。あの柏木さん、真島はその後俺んとこにも来た。やられたのか。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんなやつか。ただそのまじ、あいつはだからといって、とにかく誠を見つけねえことには。そうだな。知らねえ番。キリュウ。ああ、日経連の世良だ。世良さん、立花社長のことは聞いた。俺は今アジア街の陳さんの店に来ている。何の話です？会ってから話す。キリュウさん、あ、立花さんは残念だった。あんたが必死に助けようとしたことは。よしてくれ。ゆっくりはしてられません。お前はもうゆっくりしてい。牧村誠がな、一応峠は越えたが、まだ危険な状態が続いて。何が？それじゃ少し光を感じる程度だがな。それより早速カムロ町再開発計画の本格。でも真島って男。おそらくな。あいつはもともと島野の命令で負け。ただそれより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が、やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を。
が渋沢組は若い組織、久世剣道会や阿波野の太平となれば、真っ先にやるのは旧家族。特にお前は目の敵にされるぞ。それにお前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ希望、牧村誠の意識が戻れば、え、そしてそれがなんだと。あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力。橘も空の一つを日教連に渡そうと、すべてはこの俺を堂島総兵に代わると。それじゃそういうことになるな。知りませんでした。俺もお前ほどじゃないが、風間さんには俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。キリュウ、お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが。それじゃお前はもう十分やった。彼女が今なんとか、彼女は病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。芝浦、お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。キリュウ、ニシキ、堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間、何、渋沢だ。堂島組の次期若頭に決まったらしい。号令かけてるのは、すぐ街の中堂島組で溢れる。おい、いたぞ、キリュウとニシキまで。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。キリュウ、早く行け、ニシキ。分かったよ。お前らの風間の使いっぱしりがでけえ口叩くんじゃねえ。お前ら全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。
人か。組の人間は引かせた。まだ風間組には手出しちゃいねえ。堂島組は風間組を、いや、始末するに決まってんだろ。今その指揮取ってんのは堂島組はもう東条会ごと下に押さ、お前をぶっ殺すのにいくらでも。そうか。あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれや、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺と決着つけさせても有名上出来だよ。いつでもいいぞ。殺す気でかかってこいや。なんて野郎だてめえは。クゼの兄貴。その封印を今日逃げ切り。渋沢、牧村誠はね、渋沢は殺し屋に女を落とされた時、あいつは日教連に女を囲わせて。何だと。女も世話もおめえも、そうやって渋沢は初めて。錦、今アジア外から連絡があった。渋沢が。ああ、マジかよ。ならすぐ行こう。分かってんだろうな、キリュウ。てめえ、風間の頭が止めたその道を。ええ、
私にできることはやっとけよ。後からもういいのか、キリュウ。この町でやり残したことはねえんだな。ああ、大丈夫だ。しばるまでやってくれ、錦。わかった。今のうちにできることはやる。もういいのか、キリ。この町でやり残したことはねえんだな。ああ、大丈夫。わかった。ちょっと、無視かよ、ほら。なんだ、忘れちまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。まあとりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。誰だ？おい、なんだてめえは。マコトから電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。セラの野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。
やつら道島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢、渋沢、お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら、日教連だ。おら、撃ち返せ。こっちも始めようぜ、キリュウ。なんだ？こいつら。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ。渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。
城からも来やがった。分かった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。